こんにちは、吉田です。今回のテーマは ADHD 時に職場で適応障害を起こす理由について。ADHD 人は能力が高いし、人間的な魅力にあふれているし、でまた世話好きで優しいのね。でなんだけども、残念ながら職場で適応障害を起こす確率っていうのは定型発達に比べて群を抜いて高いんだよ。で理由はいくつか、原因はいくつかあるんだけども、代表的なものとして強すぎる劣等感っていうのが挙げられるんだよ。じゃあなんで強すぎる劣等感が適応障害に結びついてしまうかというと、これも理由はいくつかあるんだけども、代表的なものとして強すぎる劣等感を持つことによって、症状として不適応な業種や作業を克服することに執着してしまうことに結びついてしまうからっていうのが挙げられるんだよ。というのは、発達障害ってそもそも劣位的な存在ってわけじゃなくて、 ADHD 人も含めた発達障害人は決して劣位的な存在ってわけじゃなくて、あくまでも肉体的精神的に繊細な凹凸症候群なんで、要はできるところとそうでないところ、適応できる環境そうでない環境、得意不得意の差が大きい、ただそれだけなんだけども、どうしても、まあ、海外では日本ではって言い方したくないんだけども、ちょっと海外の事情がわからないから日本ではって言い方するんだけども、日本だとどうしても厳しく平均点を求められるじゃない。で、そういった環境だとどうなるかというと、凸は要は平均より上のところはしかとされる。で、凹凸の凹、要は平均よりの 下のところ、そこばっかりが、まあ、指摘されてしまうと。で、そして指摘されるだけだったらまだいいんだけども、指摘されても改善されないっていう状態になると、結果としてどうなるかというと、いずれいじめだとか、あるいは仲間外れに発展してしまうんだよね。で結果としてどうなるかというと、ADHD 人は、まあ、この凹凸の凹を改善しなければ、自分はこれから一生誰にも相手にされない、人間として認めてくれない、で、自己の存在証明を得ることができない、であるいはこの人間関係で地獄を、延々地獄が続いてしまうっていう認識を持ってしまうんで、まあ持ってしまうって言い方したけども、まあこれ人間として当然の認知なんだけども、だから、ね、ADHD 人は例えば教科書通りで言えば、もう主に多動傾向の ADHD ね、多動傾向の ADHD 人は例えばエンターテインメント的な接客や、あるいは営業は得意で、なんだけどもルーティン的な事務、あるいは同時並行処理としての事務っていうのは大体破綻してるんだよ。でそしたならば、本来だったならば、まあ、そのエンターテインメント的な接客だとか営業をやっていればいいにもかかわらず、この延々とその苦手な事務をやり続けて、でそして克服しよう、でそしてそれによって周囲に認められて、なんとか人間性を取り戻そうっていう認識になってしまうんだよね。でもちろんこれは別にこの努力だとか認識は否定するわけじゃないんだけども、ただ残念ながらこの理解認識がいよいよ適応障害になってしまうことを、あるいはとどめを刺してしまうんだよ。なんでかというと、理由としては4つあって、まず1つ目としては異常にストレスがかかるということ、要は取り組んでいる最中、どうしても凹凸の凹っていうのは ADHD 人にとってそれをこなす能力がもともと備わってないんで、ちょっとこういう言い方して悪いんだけども、で結果としてでそれ適応できないから、で異常なストレスがかかる。要は鳥って泳ぐ能力大半は持ってないじゃない。でにもかかわらず鳥に向かって君は泳げない、だから泳ぎを克服しようって言って泳がせ続けたならば、いずれストレスでボンになっちゃうじゃん。それと一緒なんだよね。で2つ目として、結果が伴わない。ちょっと頑張ってる君には申し訳ないんだけども、 ADHD 人には申し訳ないんだけども、どうしてももともと能力として備わってないから、適切な方法を取ったとしても中の下がやっとだとか、あるいはちょっとでもやり方を改善方法が間違っていると全く結果が伴わないと。で人ってどんなに努力しても結果が伴わないとやっぱり心折れるじゃない。で絶望する。それが、その絶望が異常なストレスになって、それがまあ適応障害に結びつく。で3つ目としては、周囲が冷遇する。で凹凸の凹の職場だとか職種、あるいは作業に就いた、だけどもやっぱりやらかしだとかミスを連発してしまう。でそうするといずれ周囲は呆れ果てる。で呆れ果てるだけだったらまだいいかもしれない、まあ良くないんだけども、で呆れ果てて、いずれは仲間外れやいじめに を受けてしまうと。で多動傾向の ADHD 人って表面的にはヘラヘラして楽しそうで、いつも笑ってて、なんか悩み事なさそうだけども、あれはあくまでも表面の話であって、実は内面はもう常に
その表面とは真逆で、もうギリギリ精一杯に溶けてきてるんだよ。で、異常に傷つきやすいんだよ。で、そしたらば、当然いじめや仲間外れを受けたならば、誰だって低気圧でもしんどいんだけども、そうじゃない、ちょっと周りが冷たくなったっていうだけであったとしても、やっぱり凄まじくもうぐさぐさ傷ついてんだよね。で、結果として、まあ、それがストレスになって、ボンだよね。で、四つ目としては、そういった状況だとか、あるいは失敗を反芻し続けてしまうということ。まあ、僕の動画を見てる君にはもうその反芻の説明は必要ないけども、あえて説明すると、過去の否定的な出来事で、しかもそれはもう忘れていいもの。で、あるにもかかわらず、実体的な感情を伴わせて、さっきあったことのように、延々と考え、想像し続けてしまうこと。ちょっと、学術的にはもう反芻の意味って若干違うんだけども、まあ、日常生活に落とし込むと、この説明の方がまあ適切なんだよね。で、そして、反芻し続ける。で、結果としてどうなるかというと、休みの日であったとしても、脳内では、現在進行形で失敗をし、で、やらかし、で、周囲にいじめられ、仲間外れにされ、で、冷遇され、で、状態だから当然、異常なストレスがかかって、やっぱりストレスもんで、で、適応障害になってしまいますよって話。だからそういった意味で、で強い劣等感を持っていると、職場で適応障害を起こしてしまいますよって話であるということ。じゃあ、この事態を改善していくためにはどうしたらいいかというと、対策としては全部で6つあるということ。で、その前に、最良の改善方法っていうのは、まあ、僕が普段言っている体作りだとか、あるいは、実行機能を鍛えるとか、そういうのを抜きにしたならば、最善の改善方法っていうのは、自分の凸だけを徹底的に活かせる職場環境に身を置いて、で、身を置いてくださいっていうことなんだけども、ただそれができないから困ってるって話じゃない。だから、それ以外の方法としての対策を、まあ、全部で6つ話していくね。だから、今回の対策法で、もう大幅に改善する、もう何もかも自体が一変するってわけじゃなくて、少し気持ちが軽くなる。で、後々自体が改善していくっていう、ものだからちょっとまあ大きな期待は申し訳ないけどもあんましないで、ね、ちょっとごめんな。で、まず一つ目としては、 そもそも自分は凹凸症候群であるという認識を持つということ。というのは、さっきも話したように発達障害人ってあくまでも劣位的な存在なんじゃなくても、劣位的な存在なんじゃなくて凹凸症候群なんだけども、残念ながらこの理解を持っている発達って少ないんだよ。あくまでも自分は劣位的な存在であると認識しちゃってんだよ。じゃあこの認識を持っているとどうなるかというと、劣位なんだから何としてもダメなところを改善しなきゃっていう認識に陥ってしまうんだよ。で、結果としてさっき言った悲劇が起こるということなんだけども、凹凸症候群っていう認識を持っていれば、確かに凹ばっかりやってもまあもちろん凹も多少改善しなきゃいけないんだ、それは分かるから少しは改善させるけども、でもまあそれよりも突伸ばしちゃった方が精神衛生もいいし生産性も高いから、じゃあそっちやろうかなっていう認識になるから、結果突を伸ばすような取り組みだとか環境選びになっていくということで、二つ目で、これ一つ目、二つ目としては、周囲は短所是正だけに注力した存在であることを知るということ。というのは、周囲はまあ当然凹凸の凹だけを見るじゃない。で、なんだけども残念ながら周囲はその凹凸が、その人は凹凸があります、で、その上で王だけを見ていますという認識を持っているんじゃなくて、この人間には凸はない、王しかない、だからその王を指摘してやってるんだっていう、自分は正しい評価をしてるんだっていう認識を持っちゃってるんだよ。で、まあそれだけでも悲劇なんだけども、プラスそうした俺は正しい評価をしてやってるんだっていう認識で指摘されちゃうと、ADHD 人も相手は自分を正しく評価している、だから自分はその王を何としても直さなければいけないんだっていう認識に陥って、やっぱりさっき今言ったような悲劇になっちゃう。なんだけども、本当はあいつ、周囲の人間って凹凸の王しか見ねえよな、俺凸も得意なのに、凸も持ってるのにっていう認識を持っていれば、確かに王は多少改善させる必要はある、まあ、多少改善させる必要はあるんだよ。で、多少は改善させる必要はある、なんだけども、こいつらは王のこと、凸のことを知らないからそんなこと言ってんだから、じゃあ俺凸をちゃんと、伸ばしてやっていこうって話になってくるんだよ。だ、要はもう視野が広がるんだよね。王しかない劣位的な存在なんじゃなくて、凹凸症候群という存在であるっていう認識が
に変わっていくということで、3つ目としてはもう2番目とほとんど一緒なんだけども、凹凸の凹ばかりにさらされる環境にいただけに過ぎないってことを知るということ、これも ADHD 人を含めた発達障害人の多くはあんまり気づいてないんだよね。だからさっきも、じゃあ鳥がもうずっとプールで泳がされると、まあ当然うまく泳げないじゃない。でにもかかわらずその鳥は不思議なことに自分は何もできないクズだと認識したんだよね。でも周囲から、でも鳥の性質を知ってる人が見れば、いやいやいや、お前飛べるじゃん、立派に、あんなに空高く速く、だから、うん、飛べばいいじゃんっていう認識になるじゃない。なんだけども残念ながら凹凸の凹ばっかりさらされる環境にいると自分はもうその どうしようもない存在だっていうことにっていう認知になっちゃうんだよ。なんだけどもあくまでも凹凸の凹ばかりをさらされる環境にいただけに過ぎないってことを知ることによって、じゃあ自分はあくまでも劣位的な存在なんじゃなくて凹凸症候群なんだから、凸を見つけて伸ばしていこうっていう認識になって、要はまあ視野が広がっていくんだよね。だから自分自身に対して極端な短所是正を行わなくなるということで、4つ目としては、まあ、これもほとんど一緒なんだけども、短所是正に注力しやすい傾向に陥っているということを知るということ。どうしても発達障害人、 ADHD 人を含めた発達障害人っていうのは凹凸の凹ばっかりが表現してしまったことによってひどい目に遭わされた。で結果人は防衛本能上を克服しなければ自分は生きられないっていう錯覚に陥ってしまう。まあその錯覚に陥ってしまうのはしょうがないんだけども、で結果としてせっかく凸があるにもかかわらず王ばっかりを見てしまうと。で要は同時並行処理の事務ばっかりを克服しようとする。いやいやそうじゃなくてエンターテインメント的 な接客をさっさとやればいいのにっていう。で なんだけどもどうしても自分はじゃあ事務作業ばっかりを克服しようとする傾向があるか あるっていう認識を持つことができれば、あそれはほどほどにしてエンターテインメント的な接客に行こうっていう流れになるじゃん。で5つ目としては症状としての強みを伸ばし生かしているのかとこと、まあ、これも4つ目と一緒なんだけども、どうしても、まあ、自分に対してメタ認知を聞かせるってことだよね。どうしても気がつくと苦手 な同時並行の事務ばっかりをやってしまうと。で視野が狭くなってしまう。でもそこで自分は凸を伸ばすような取り組みをしているのかと自分に問うことができれば、あ、いけねえ、またジムばっかりやってた、接客やろうと、まあ、切り替えることができるじゃん。だからそういった自分に対してメタ認知を聞かせられるような問いを、あるいは問うことをちゃんと習慣化するということ、まあそれ紙でも貼っとくとか、まあ、いろいろやり方あるんだけども。で6つ目としてはもう少しでもいいから強みを発揮できる環境や機会を作るということ。もうさっきも話したように一番の理想は自分の凸ばっかりをあるいは凸のみを活かせる表現できる職場に身を置くことなんだけど、でもまあそれが難しい。じゃあ難しいからといってじゃあもう凸を表現することを諦めるかというとそうじゃなくて、ほんのわずかでもいいから表現できる機会を作るんだよ。まあそれがまあバイトだとか副業かもしれないし、あるいは別にお金にならなくてもいいんだよ。まあ例えば何かのボランティアだとか、あるいは友達の手伝い、友達を何らかの形でで手伝う、もうこれだけでもいいね。でそうすることによってどうなるかというと2つあって、1つ目としてはいずれ強みを積極的に表現していく練習になるということ。で2つ目としては、まあ、決してお金にならなかったとしても自分の、まあ、凸を表現するということは多少は自己肯定感を上げる役に立つということ、まあ、徹底的に自己肯定感を上げなきゃいけないという理解はちょっと危険だから、それはもう仕方としていいんだけども、ほんの少しは自己肯定感を上げるに越したことないんだよ。でその一つとしてはそのお金にならなくても仕事にならなくても今すぐに凸だけを活かせる環境に身を置くこと、そういったことに結びつかなくてもいいから、さっさともう強みを、あるいは凸を表現してしまうことが挙げられるんだよね。で結果として、まあ、練習にもなって後々凸ばっかりを活かせる環境に身を置ける可能性は今高まってくるし、あるいは今その場で
で少しは自己肯定感が上がっていくということ、まあこういうふうなことを行うことによって、まあ、少しはその適応障害を防ぐ率が、適応障害を防ぐ率が上がっていくということ、まあ、あるいは適応障害になる確率が下がるということ、まあ、他にはちょっと才能への誤解を解くだとかそういった理解も必要なんだけども、その才能への誤解を解くっていうのはちょっと別の動画で話してるからそれを見てほしいんだけども、今日はここまで。